山根さんこんにちは。今回はねオーディションに挑戦するということで、私はね非常に嬉しいですね。こういうふうな目の前にある小さなトライ、そして大きな挑戦、こういったものをね繰り返すことによって、私たちはなんかね、なんだろうね、人生の価値があるとまでは言わないんですけども、まあなんかワクワクしますよね。やっぱり50になっていろんなことにトライできることってとっても素敵なことだと思うんですよ。で今山根さんがねやっぱりやってくれたなと思いますんで、これはですねやっぱりズームインタビューだなと思います。山根さん、今回のオーディションにかける思いとか、それからねオーディションがいつなのかな、これ、オーディションが終わってからとかね、なんかいろいろとお話聞きたいなと思いますんで、またそちらの方も相談に乗ってください。いやーいいですね、山根さんの歌ね、西アクラソンから発信するその歌が一人でも多くの方にね届くように私も願っております。ということで、山根さんの今いただいた動画、私の概要欄に貼っておきますので、ここまでこの動画を見てくださった方は必ずスキップしてね、山根さんの動画の方、オーディションの動画見てくださいね。それではまた会いましょう。山根さん頑張ってください。